日ハム加藤、陸。加藤の点取ってもらった後の吐き出し引いた高杉。今日は完全に甘いところに球吸い込まれるな加藤、そして失投を逃さんな楽天。投げミスだけどノーツ、奈良の外まっすぐリードは意味わからんな。あれならうちにストレートだよ。加藤が当たりすぎだろ。加藤を追い出さなかった吉村が諸悪の根源。フライ加藤はダメダメ。負けさっきの買いたたみか来られなかったのが悪い。すぐ誰かのせいに従るお前らは本当に性格が悪いな。加藤珍しくちょっとイライラしてそう。加藤は過大評価だな。もともと一発やたら打たれるし、満塁を1失点で抑えた藤井と対照的だな。1点じゃ済まないだろうなって書こうとしたら案の定、水谷にしてはクッションボールうまかった。なんかハムの守備の時だけ外野が広く見えるな。やっぱこのチームで一番必要不可欠だったのって水野だったな。結局加藤が勝てないのは点取った時は吐き出し、点取れない時だけ抑えるを繰り返すから負け越すんだよな。加藤これで年俸3億とかシャレ並んで。加藤って点取ってもらうと大抵次取られるよな。 W 今日は中継ぎも疲れてるし負ける日かな。なんか全体的にプレーが緩い加藤は抜擢。ゲッツーをオールセーフにされたのに1点止まりの藤井1アウトは取れたのに2点取られる加藤。ご視聴ありがとうございました。